はい、どうも皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでさーしゃーでもね、本日久しぶりの世界の遊びたいぜ。シックスボールパズルやっていくんですけども、はい、体勢よろしくお願いします。おそらくね、サムのタイトルもある通りですね、僕がね、大尊敬する、そしてまあリスペクトしてる、そしてまあ常に追いかけ続けてきた、木工先生とですね、この度、登録者がですね、チャンネル登録者が、並びました。まあだからといって何って話なんだけど、まあ要するに、まあそれ、あの木工先生と同じだけの人の数、同じだけの、人に応援していただけてるということですね。まあ本当に改めてですね、まず木工先生に感謝をしたいです。木工先生がいなかったら、ここまで来れてはいなかっただし、いなかっただろうし、本当に木工先生を追いかけ続けてきてよかったなって、心の底から思いました。本当にありがとうございます、木工先生、マジで。はい、まあちょっと本当だね、もうあの直接ねお会いして、ね、こういった感謝の気持ちを伝えたいところなんですけど、まあ、なかなかねそううまくいかないこともあるんで、まあ、これからですね僕自身またね、どんどん精進してですね、頑張っていこうとは思うんですけれども、ちょっと待って、ここはこうだね。はい、頑張っていこうと思うんですけれども、ね、まあいろいろ難しいこともある、起こるだろう、今後も、今後も起こるだろうし、まあ、ただその中で、まあ、ちゃんと自分のね、今まで通りの全力なこの姿勢、崩さずにね、一生懸命やっていけたらなと思っております。よろしくお願いします。ちょっと待って、ここマジでまずい。ここ集中しなきゃいけない。OK。逆ピラはいけそう。青来いよ、マジで。マジで青来いよ。おい。おい。青来いガチで。あっぶね。ガチ、最後の最後来やがった。油すぎる、マジで。ギリギリ。はい。てことで皆さん、ぜひね、まだ木工先生のチャンネル登録しない人もいたので、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ガチ完璧。やっぱり野球でしょ。ああ、やはりサワヤンゲームズの原点でもある、ほぼ原点でもあるこのゲーム。俺の下積み時代を共に生きてきたこのゲームで、勝負していきたい。うじら、うじらまたいるで。絶賛令和2022年もうじら健在ですね、これ。嫌な予感、しかし。このゲーム、まだこのゲームのゲーム実況ね、昔の動画あさればいっぱいあるので、ぜひ見てください。結構全部ね、面白いです。はい。僕は相当ストレス溜まってるんですけどもね、マジで。落ち着いて。ちゃんとファールで粘っていく。やはり最近ね、野球界のデスターも増えてきてるから、彼らの調子を占う意味でも、ちゃんと俺はここで、あ。お前ぶっ飛ばすぞ、おでる！こいつマジぶっ飛ばすわ、俺。あ、打ったのに、くっそ、お前命拾いしたらまあいいでしょ。まあいいでしょ、まあいいでしょ。まあとりあえず初回ね。こいつは後ろであるということがはっきり分かったから、海さん、お前どこ山奥でやるんだよ、マジで。こっち優先つないでんだよ、マジで。はいー、はいー、打てるもんだろ、海さんやば、マジで。はい、スローボール、はいはい、まあ、これで打線マジで投手の方が有利だから、打者の方がマジ不利なんだ、このゲーム。はい、ストライク。一回もお前バット当てねえから、お前の一回もお前のバットに当てないから。はい、アウト。当たったけどね、当たったけど、どんまい、当たったけど、どんまい。はい、やっぱそう、速い球には全くね、反応できてないね。振り遅れてますね、振り遅れてますよ、オタク。はい、バット出ず。はい、こうやってね、友達をなくします、このゲームやると。このゲームやるとマジ友達なくすんで、絶対やらないようにしましょう。あ、だる、あ、だる、お前だる、お前ホームラン一発ぶちかまして、お前。はい、スリーベースヒット、ざま見やがれ、うんち野郎、この野郎、てめえ、この野郎、お前の性格俺が直してあげるよ。うん、お前のそのひねくれた性格をな、俺が正してあげるよ、中村正、中村正。はい、臨時の名前出てしまいました、大変失礼いたしました。あ、ちょ、マジ回線なんとかして一発当てればいいんだよ、これ。あ、だるー、マジでこいつ。でもこいつ結構早い球、早い系だね。ああ、ちょ、マジイラつく。
うしうし、まあ、絶対当てる。あぶねえ、絶対当てる。はあ、イラつく、マジイラつく。ふぅ、さあいつ投げるんでしょう、僕は。はい、ここはい、いつ投げるかわからない。はい、遅い球、力んでますね、オタク。はい、カーブも降ります、でいくと。素晴らしい投球技術。はい、ラグを使った、ラグストレート、ラグスライダーでからのラグチェンジアップ。完璧、完璧です。2アウト。さあ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 、チェンジアップから入って、チェンジアップピングダイダスをして、もう一回チェンジアップを吸い込まれていく。完璧、はい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 、2連続チェンジアップ。ストレート読みを許さない。お前、俺の投球真似してきやがったな。うわら、よし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 、ヒットヒットヒット、 OK、 ノーアウト一塁。さあスリーベースすれば1点入る、スリーベースすれば1点入るよ。これピッチャー返し、ノーアウト一塁。はい、始まりました、ゲームが動き出した。さあツーベースも1点入る、ツーベースも1点入るよ。これうわ、惜しい。でも、わっけ、完璧、満塁満塁。お前ら、あとはグランドスラムぶちかますだけだってめ、この野郎。はあ、絶対打つ。ああ、マジだれ。落ち着け、こいつ宇宙人、宇宙人翻弄されちゃいけない。オッケー、ナイス、よく当てた今の、よく粘った。きたー、1点先制、ゲームが動き出した、完璧。どうした、抜けんのかお前。ハイザーマー、ハイザーマー。てことで最後はちょっとオセロで締めようかな。実は隠れ特技が僕オセロでございます。はい、オセロ部3年生ね。うん、3年生の相手俺がしてあげるよ。うん、ちなむと、マジクソ強い。いちいちオセロの対局多分ね、8局ぐらいやってるから。うん。まあ、オセロこのね、世界の遊び大全で取り上げるのも結構、あ、そこ置いちゃう。なるほど。3年生っぽい立ち回りだね、それは。かなり3年生っぽい立ち回りをしてる。うん。まあ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 。はい。ああ、そういうとこ置く。オッケーオッケー。ってなると、こうなんだよね。ってなると、こうなんだよね。はい。ってなると、こうで、もうどんどん外から君を追いやって、地獄を見せてあげる。ああ、なるほど。もうこれこうだね。はい。角置いて。カードを置いてちゃんと内側から攻めていく。オセロはマジで強い自信しかないです。はい。オセロ、そもそも弱いっていうのも本当の話にならないから、マリオカートの次に上手くなければならないゲームって言ったらオセロですから、皆さん覚えておいてください。さあ、オセロ部3年生、操作中、はい、そこ考えておいた。はい、もう下からどんどん、下からどんどん行くよ。下からどんどん低いが、はい、はい、ここで、そうだよね、そうだよね。そうだよね、もう下一直線、下一直線。さあ、下に置くしかない。はい、そうだよね、そうなるよね。そうなっちゃうんだよね。どっちにしようかな。こっちで行くか。こっちで行こう。あそこ置いてくれる。ありがとうございます。さあ、オセロ部3年生、どうする？どう立ち向かう俺に。3年生でしょ。3年生に負け、あ、やべ、ちょっと今のミスったな。3年生に負けたらもう、それ恥ずかしいことないよ。3年生には絶対負けられないから。何3年生か知らないけど、何の3年生か知らないけど、ちょ、白が下一面になってるね。さあ、多分あそこ置いてきてくれる。なるほど。じゃあ、ここ置くよ。ここ置いて、どんどん白の面積拡大していくよ。これはまた悩ましい結果になったんだけど、まあ、ここだね。一旦、真ん中からえぐっていく。真ん中からえぐりトリスして、あそこも、うまいな、3年生。ここ置けないんだよね。3年生うまいな。それ今の1ってうまいな。やばい、ちょっと困ったね、これ。まあ、ここ置いちゃうんだけど、これまずいんだよね。
で、ここ潰したい。この内側マジ嫌だったから。この内側マジ嫌だったから、ここ潰しといて、で、ここまた潰しといて。いや、まずい。これ非常にまずくて。これ非常にまずくて。一旦ここ置くか。今の冷静、今の上取っちゃうと黒が完全に俺のこと囲ってしまうから、やばい。お前賢いな。この3年生賢いぞ。この3年生賢いから負けるかもしれない。やばい。この3年生俺置く場所も1箇所しかないもん。3年生、いや3年生これ考えてる絶対。まあそうなるよね。置く場所一箇所しかない。3年生やめて。3年生いじめられてる。3年生いじめられております。私角全部取れるは取れるけど、角全部取って負ける可能性出てきた。やばい、いじめられてる。やばい、いじめられてる。やばい、いじめられてる。3年生いじめられてる。マジ3年生負けるの本当に本当に俺のそのなんだメンタリティ的な部分でちょっと許せない自分を。3年生二度とやんねえクソゲーマジで。